今回もご視聴いただきありがとうございます。モーリーファミリー、よっちゃんとさっちゃんです。キャンプです。イエーイ、今日はキャンプ、ホワイトです。キャンプ、ホワイトです。今日も元気、朝から元気です。よいしょっと、岐阜キャンプ、岐阜県に来ております。キャンプ、キャンプ、久しぶりの、久しぶりのランドロック、ランドロック。去年のクリスマス以来晴れてるんです。今日やっと晴れたぜ。ということで、皆様今回もご視聴最後までお願いいたします。では行ってみましょう。レッツゴー。では今お肉屋さんによってこんな感じのお肉たっぷり買ってまいりました。その名も肉丸。やばい。ただいま高速に乗り込みました。いやいいよ、気持ちいい。目の前山だし、トンネルだし。さあ、白鳥インターを降りました。ほら、これこれこれ、あ、見てない、残念。事故んだね。朝になりましたら、こちらサービスハウスの脇にですね、ゴミ捨て場と、ドラム缶にですね、炭入れがあるので、こちらに確実に入れていただいて、山火事にならないようにお願いいたします。あとゴミの方なんですが、野生の動物が来てしまうので、餌をあげたりしないで。さて、こちらです。あちゃちゃちゃち。ここここ。侵入禁止って書かれてるところから入っていきます。親は喧嘩じゃない。そうそうそう。あるね、今回。へぇー。あ、ちょっと待って。まだ早い。ちょうど、顔の準備はまだ。おかしくない？どうしたらこうなる？いや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 。お前。母さん。どうか。じゃあキャンプで一段に乾杯。あ、本当だ。モーリーキャンプ。ガチャー。おっちゃん乾杯。ま。結構うまいよ。うまい。これマジでうまいよ。また若鶏、つなぎも行きます。すごい。でかい気がして。後でね、ホーハムいただきます。塩コショウ片隅で小さいで。ここいや、やっぱそうだね、スパイシーだよね、匂いが。かなり。あー、これ酒進むわ。おそらいって言った。おそらい。これ、あれですわ。氷に近かった。おそらい。コーヒー、でもコーヒーには牛乳入れた。あ
あ、お座りやで。お座り。はたさに、はたさに言うで。おかわりは。それに。お座り。お座り。待て。待てやで。待て。待て。よし。リコさんやね、あんたは待てができる。すごい。うちの方もやってくれた。ポケモンやってるけ。親がピカチュウ世代。みっちゃん取った方が絵になる。おっさんみたいに。親がピカチュウ世代。言わへんやつはまだ。はい。好きに使っていいって言われたんで、焚き火台 SR 今から開封します。おお、さっちゃんがだから SR 開封しとくわなって言って、まずこれ SR もらいました。内側これもちゃんと入ってます。これが上。と、ここのはめ込み口。ここを置いたら、あとはこんな感じだそうです。これが一番下のここにはまるベースのプレートだそうです。ここでやるんですか。うん、はい、終わった。この辺でやった方がいい。よし、じゃあみっちゃんおらんけど、さっきちょっと焚き木ですね、こんな感じのやつ拾ってきたので。あ、でもちょっと心配やからスパッタシートも引こうかな。よう乾いた木がありましたわ。このイムコめっちゃいいです。あとはお待ちかね、さっちゃんが一人で焚き火を楽しむと。楽しきかな。
こんにちは。なマジで久しぶりに来るの。もうノーコメントやけ。もう起きたら多分な、めんどくさくなってきてる。起きてるわ。起きちゃう、起きちゃう。やべえやつ。やべえキャラ。やべえキャラや、起きちゃう。起きちゃうが、新キャラや。起きちゃうが多分一番ドン引きする系のキャラ。ハイヤーが通常運転。ハイヤーが過ぎる。間違いない。間違いない。炎上。サッちゃん、サッちゃん焼けたら炎上さするんやけど、どうしたらいいこれ。氷や、氷。普通の答えや。落ちてなくなってるやつある。そうね。これはいけるから置いとくわな。そうやな、それはあるかもしれない。やべえやっちゃうと思われたらな。これ何も降ってないんじゃん。コーラス、何も降ってないんじゃん。今日降ったよ。コーラはコーラシよ。コーラ、コーラ、コーラシ。一夜明けまして気温が上がってきたね。5時半ぐらいに起きた時はね13度だったんですけど、今16度近くなってますね。じゃあね、その時にちょっとお米炊いといたじゃないわ、お米研いでたので今からご飯炊こうと思いますが、ホームキャンプバーナー使ってみる。実は最近買ったホーム&キャンプバーナーブラック、結局ね車中泊にはいるかなよって1個買ってみたんです。今日これ使ってみようかな、せっかくだから。結構弱火できるな。これまだついてます。細で火がついてる。とろ火いけるんやな。今回久しぶりのキャンプでメスティンでご飯炊くのもいいと思ったんですけど、お家でいつも使ってる家用の土鍋持ってきました。ハイエースだから冷めちゃうんだよ。余計すごい。油乗ってるってか、あれか。
ゃうまそう。いただきます。いただきます。私がいただこう。ヘトゥークラップクラップヘトゥークラップヘトゥーヤッシ。久しぶりにキャンプご飯を作れたし、朝から炭火は贅沢ですけどね。なかなかしないからね、炭火。ヒダコーヒー。ここヒダじゃん。え、ここヒダなの？でもまあ、いただきます。奥やったね。昼ガラのパーキングエリア行こうと思ったら、あ、手前で降りたって思ったから、もうちょっと先、2つぐらい先かな。お疲れでした。お疲れ様です。すいません、飲んじゃってます。お疲れ様でした。うまい。あ、うまい。うまい。おいしい。生き返る。最速の片付けやったことない？うんうん。そうでもない。もっとそうでもない。やばかった時もあった。もっとやばかった時はあった。もうだからでもここやからまだもうとりあえず積み込めよみたいなのがいけたからよかった。とりあえず持ってここまで来ちゃえばいいもんね。まあでも玄関置いて帰ってって感じだから、ぶっちゃけ30分伸ばしても文句言われないんじゃない？片付けてるから。ね、玄関置いて帰ってって。そこに置いといてって感じ。札を？あ、そんなもんなの？天然温泉満点の湯もめっちゃ良かったな。良かった。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいと思いましたらぜひグッドボタンお願いいたします。コメントも待っております。森ファミリーですが、インスタグラム、ツイッター、ブログやっております。下の概要欄にリンク貼ってますので、ぜひ見に行ってみてください。では皆さんは次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。暑い。暑くなった。